どうも、こんにちは。大佐島です。今日は、北家教と大無領事教の深い関係ということについて、この流れでお話しいたします。いやー、今日もこれ、もうとてつもない内容ですね。一気に仏教の山が分かりますね。しかも、仏教の学校で学んだわけでもない、いわゆる、普段は仏法とあまり縁がない主婦の方であってでも、サラリーマンしておられる方であっても、自営業しておられる方であっても、学生であっても、一気に仏教の全体像が分かってしまうんですね。 そもそもお釈迦様が説かれた教えを必修したものがお経ですけども、一口にお経と言ってももう7000冊以上あるんですね。で、あまりにも大きい仏教の山、どっから手をつけていいかわからない。まあ、こういう方がほとんどだと思いますし、また仏教の歴史上名を残すような人であってもね、これ間違ってるところあるんですね。ところがこの数十分の動画を見るだけで、あなたも一気にね、そ歴史上の仏教の学者や教祖と言われる人をもう超えてしまう。そういうとんでもない動画でございますね。 なぜ無料なのかは謎です。同時にね、私に対してもうすごい避難攻撃も巻き起こるかもしれない。そういう内容でありまして、だからこそね、もうどこにもない内容になってますので、ぜひこの機会に最後までお聞きください。まずこの、北家教と大無量寺教というお経ですけども、これとてもとてもね、大事なお経なんです。二つともね。昔から、どちらがお釈迦様の出世本外教かと言われてきたんです。つまり、何千冊以上もお経があるけども、 一番お釈迦様が説かれたかったお経は何なのかお釈迦様の方針がズバリ教えられているお経は何なのかこれはいろいろ論じられてきたんですね。まあ俗な例えで言いますと、この決勝戦で、ね、戦うような二つのお経。いずれもいずれもね、大事なお経ですから、もう勝ち上がってきてね。さあ最後、どっちが出世の本外かって言われる。そういうことが何度もなされてきたお経なんですね。でこの法華経というのは、自力衝動仏教の代表選手なんですね。 大無量寺教は、他力浄土仏教を代表するお教。仏教に大きく、自力衝動仏教と他力浄土仏教を知られてますので、それぞれの代表のお教が、どっちが本願か、ということで争われるのは、至極最もな話なんですね。まあ、簡単に言いますと、自力衝動仏教っていうのは、煩悩をね、抑えて、究極的には立って、煩悩を滅することによって悟り開くと。こういう教えです。それに対して、他力浄土仏教っていうのは、煩悩あるままで幸せになれると。 こういう教えなんですね。それぞれその代表のお経が、法華経と大無量寺経であるということです。ではまず、法華経の方からお話したいと思います。この法華経というのは、妙法蓮華経とも言われまして、諸教の王とも言われるんですね。すごい、諸教の王ですからね。なんか一番っぽいですね。そして、天台宗とか日蓮宗、これらの衆で法華経を非常に大事にしますし。 禅宗でもこの法華経が非常に大事なお経として扱われることもございます。ではね、この法華経、どのようにして解き始められたかと言いますとですね、実はお釈迦様が、この法華経はあまりにも深くて仏にしかわからない教えだから、闇なん闇なん、特別、やめとこうやめとこう、解いても無駄だよ、と。こういうところから始まるんですね。<laughs> 最初からやめとこう。こういうお経があるんですね。ところがね、シャリホツ飛んじゃうという、 これお釈迦様のお弟子の中でも一番頭のいい人ですよ。この人が、いやどうかね、お教えを解いてくださいと、こうお願いしまして。それでもお釈迦様ね、闇なん、闇なん、特別からず、やっぱやめとこうと。このようにまた断られるんですね。それでもお釈迦様、闇なん、闇なん、特別からず、いや、そこをなんとか。このようにですね、お釈迦様が3回やめとこうと言われて、そしてお釈迦様が3回お願いしますと、こう壊れて。 そして、ようやく解き始められたのが、北華教なんですね。これを三死三章と言われるんですね。三回闇なん闇なんやめとこうと、お釈迦様が言われている。車ャ尊者が、そこをなんとかお願いしますと、三回お願いせられた、三回壊れたということで、三死三章。これは北華教の序文の次の方便本。まあ、実質第一章ですね。最初にこう出ている。そういう内容なんです。で、この中にはですね、 こういったお釈迦様と車ャリオチのやりとりが結構長く書かれてまして、その間にね、あーなんか始まらないならね、ちょっとあの今日は帰らせてもらいますと言って帰っていく人もたくさんあったんですけども、それをお釈迦様、止めることもされなかったんですね。ホッケ教はこのようにして解き始められました。それで、北ッケ教は非常に素晴らしいお教だ。いや、非常にない。もう一番素晴らしいお教だと。まあ、このように言われるわけですけども、その理由として言われるのが、この北ッケ教には、小王実装が解かれてるからだと。 いわゆる真実が解かれているからだと。まあ、このように言う人があるんですけども、まあ、これはちょっとね、根拠薄いんですね。なぜかというと、般若教、華厳教、幹武領事教にもこの処方実相が教えられているからですね。幹武領事教には処方実相というこの4文字がそのまんま出てますしね。般若教、華厳教にもそういった内容が解かれてますので。これは別に法華経の先輩特許ではないと。もちろん素晴らしいことには違いありませんけども、処方実相が解かれている。 イコール、法華経が一番。法華経が出世本願経とは言えないということですね。では、法華経は何が素晴らしいのかと言いますと、いや、ここにはね、法華経は最も第一なりと書かれてあるんだと。だから法華経が一番。これ分かりやすいですね。<laughs> 最も第一でありますからね。これはもう勝ちでしょう。最大一ですからね。日蓮という人もね、これ根拠に、法華経が一番やと。どうだ参ったかみたいなね。 どなったかがないと思いますけど、上がりやすいですよね。最も第一なり。普通ならもうここで参りましたとなりそうですけども、ところがですね、このホッケは最も第一なりと解かれた後ですね、どう書かれてるか。このすぐ後に出てるんです。つまり、最も第一とあるけども、よく考えてみたら、じゃあ何が一番なんですかここもね、一番といってもいろんな一番ありますから。ホッケは最も第一なりと解かれまして、その直後に、 これが一番だよ、という言葉が出てきます。それがこれですね。この法華経は、最もこれ、難心難下となす。つまり、信ずることも難しい。理解することも難しい。一番は一番でも、難心難下大事だったんですね。こうなるとね、最も第一位、やったーこれが一番と、あ、はいに喜びませんね。でただでさえお経ってこう難しいじゃないですか。なんか難しいことをベラベラーとね。 話す人がいると、なんかお経のようでさっぱりわからんと。お経というとわからんものの代名詞みたいに使われますからね。その難しい7000冊以上のある中でもね、一番難しいお経。これちょっと一般人に厳しいですよね。実際お釈迦様ご自身がですね、この法径今はこういう人のために説くんだと。こんな人たちのために説くものではないこの人のため、この人じゃないはっきり分けて教えておられるんですね。ちょっと難しい言葉出てきますけども、言葉にびっくりせずに。 説明を聞けば、そこまで難しい話でありませんので、ちょっと呼吸を整えてご覧ください。はい、こちらですね。まあ、一言で言うと、この法華経は人知のために解くと書かれてありますね。深い知恵を持った人。まあ、ものすごい頭のいい人ですよね。そりゃそうですよね。難心難下大事ですから。深い知恵を持った人のために解くぞと言われてるんです。裏を返せば、正式、その知識が浅い人はね、 聞いても、これ分かりません。難しいです。信じがたいです。と言って、悟らず、救われないってことですね。で、正式、浅い知識と聞くと、もう本当になんかね、文字の縦横も分かりません。数字も数えられませんかね。こういう人かと思いきや、そうじゃない。一切の正門及び白紙物。そういった人たちも、このお経は力及ばず、正門、白紙物でもダメだよと。こう説かれてるんですね。 で、小文白紙物ってものすごい頭いい人たちなんですよ。しかもすごい修行してる人たちなんですよ。文字の縦横ぐらいじゃないですね。すごい人たちです。めちゃくちゃすごい人たちです。この人たちでさえ人知に入らないってことですね。もうぶった曲げるっていう。もう東大合格とかじゃないぐらいの人たちですよ。土偉い土天才みたいな人たち。でさえ力を呼ばずに。もう人知の人ってもうエリートの中のエリートの中のエリートみたいな。ほんの一握りの人たちっていうことになりますね。で重ねて言われてます。 無知の人の中においては、この法華経を解くことながれ、解いちゃダメだと。まあ、先ほども言われてましたけどね、迷惑して悟らず。じゃあどういう人に解くかというと、もしもね、もしもこんな人がいたら解きなさい。もし離婚、非常に優れていてですね、知恵明らかであって、多文合式、仏の教えをたくさんすでに聞いていてね、よく理解している人、深く理解している人。 そういう離婚にして、知恵明らかに多文合式にして、仏道を求める人がもしもあるならば、そんな人のために解きなさい。無知と言っても先ほど言いますように、ひらがなも書けません。カタカナはもっとわかりません。そんなレベルじゃもう全然ないわけです。めちゃくちゃレベルが高いんですね。これが他のお経でない。この法華経に解かれてる。こんな人のためのお経ですよ。こんな人たちのためのお経じゃありませんよ。はっきりお釈迦様、繰り返し教えられてるんですね。 そしてですね、この法華経を学び、伝える人に3つのルールというのがあるんですね。それが、失礼座の3期と言われるものです。この木というのは規則の木とも言えたりです。如来の部屋に入って、如来の衣を着て、如来の座に,座に座りなさいということですけども、まあ、これはちょっと印象深くね、言われていることであって、要、まあ、はどういうことかと言いますと、如来のね、部屋に入るというのは、一切の人々に大事費を持って接することなんですね。 大慈悲ですから、もう差別ありません。途中でやっぱりやめたっていうこともありません。よかれと思ったことがね、余計ダメにしちゃったと。ありがた迷惑だったということもな、ね、い。ちゃんと先を見通す慈悲。我が子であろうが、隣の人のね、家の子であろうが、大好きな人であろうが、大嫌いな人だろうが、平等に接する。いや、もうそもそもね、少しでも嫌いになっちゃいけない。大慈悲ですからね、平等の慈悲ですからね、平等に接すなきけいけないですよ。難しいんですよ、これ。 言葉にすればね、大事費。素晴らしいでいいんですけども、実際にやろうと思ったら、これは並じゃないですよ。自分に殴りかかってくる人、切りかかってる人にもね、平等に接するんですからね。それもね、いかに苦しくても笑って忍ぶこと。これは由来の衣を着るということですから、殴りかかってくる人のね、切りかかってくる人にもね、ニコニコと、エゴで接する。これ、補教に説かれてるんですね。これ言うほど簡単じゃないですよ。 理不尽なこと言ってくるね、部長にね、腹立て,てる場合じゃないですよ。夫婦喧嘩なんかね、そんなレベルじゃないですよ。おへこ喧嘩なんてもってもほかですよ。そんなレベルなんです。言いほど簡単じゃありませんね。そして、由来の座に座るっていうのは、一切のものに対する執着を断つこと。執着を断つっていうのはね、もちろん執着が悪いってね、言葉だけ聞くとその通り思いますけども。これも煩悩を断つのともう等しいですからね。これは簡単じゃないんですよ。全財産盗み取られても執着しちゃダメですよ。 交通事故でね、両手両足失ってもね、両手両足に執着しちゃいけないですよ。ちょっと損したとかね、ちょっとなくしちゃったとかね、そして悔しいとか、どこ行ったんだとかね、大事に育てた子供に裏切られたとか、パートナーに裏切られたとか、もうそんなことに執着しちゃダメなんですよ。厳しいんですね、これね。難心難下第一であります。で実際この保険協をもとになされている修行が千日開放業なんですね。約千日間、冷えの山でね、 もう朝早くというか、もう深夜から、すんごい生きれ走り回るんですね。そしてもう、その各場所でいろんな修行があるんですね。もう数日間飲まず食わず寝、寝ず、横にもならず、もう生きるか死ぬかの代表ですよ。冷房とか暖房のある部屋だね。飲み物飲み飲みね、YouTube 見てる場合じゃないですよ。痩み近いわけする人はですよ。恋愛禁止はもちろん。スマホももちろんダメ。執着立たなきゃいけないですからね。一切の。 世間とのね、混じりも立って、ひたすら修行。でも失敗したら自決、みたいな、こういうレベルの世界ですね。これは法華経を元になされている修行ですから、もう高齢の方とかね、病を持っておられる方とか、これはもう実質無理ですね。しかもこれやっても悟れませんっていうんですよね。修行の一環としてやりますけど、悟れれば保証いたしません。っていうかそもそも悟れません、みたいな。これだけあってもね、法華経の悟りにはまだまだ遠く呼ばないんです。 の、なのでね、ホッケ最大一。これでもう完璧いいと思ったらもうとんでもない。難心難下第一。信ずることも行ずることも、理解することもね、悟ることも難しい。そういう教えが、ホッケ教。そういう意味でね、もう最難関の大学を目指すみたいな。そういう意味のトップっていうことですね。しかしね、ホッケ教というと、一条ホッケといって、二つ3つとね、差別がない。平等の教えなんだ。私はそれに感動してホッケ教を、 学ぶようになりましたと。まあ、こういうこともありますね。実際、仏の慈悲というのは平等なんですね。の平等に幸せになれるということなんですけども、それは実際に修行ができたらみんな幸せになれますよ。こういう条件付きなんですね。この修行ができたのに幸せになれなかったという人はね、ない。そういう意味で平等なんですけども、本当にできる人は一人でもいるんだろうかっていうね、いうぐらい何心何下大事だと。まあ、こういうことも知っておかねばならんということです。それでもね、北旗教のみが真実なんだ。 ほっ教だけが真実なんだと。自信持っている人がそこそこいるんですね。なぜかっていうと、非常にシンプルな根拠を持っているからなんです。それは何かっていうと、四十四年未見真実とね、無料義教にあると。私も何回も聞かされましたね。これどういうことかっていうと、まず無料義教って何かっていうと、これはですね、ほっ教が解かれるもう直前に解かれた、ほっ教の序文の序文みたいな、そういう位置づけなんですね。 まあそのように言われているお経であります。で、その無料義経に、お釈迦様はね、40年あまり教えを説いてこられたけども、未だ真実を表さず、今で真実を説いてこられなかったんだ。これからと許法華経で初めて真実を明らかにするす。どうだまいたか。こんなにはっきりした根拠があるから、法華経以外は真実でない心配いうわけです。なんか正しそうな気もしてきましたね。で、まずですね、 この四十四年未見真実、漢文ですけども、これどう読むかはですね、大きく二つの読み方がありまして、一つは四十四年、四十年余り、お釈迦様は未だ真実を表さず。お釈迦様は真実一回も解かれたことなかったんだ、これまでは。とこういう意味で理解されます。もう一つ読み方がありましてね、それは四十四年未だ真実現われずという読み方です。こういう読み方ができるんですねいや。こちらの方が正しいと。まあ、こうも言われます。 つまり、お釈迦様は真実は解いてこられたんだけども、その真実を体得して、真実の幸福になる人は現れなかったと。まあ、こういう意味だと言われるんですねで。この読み方一つでね、そう、全く意味が変わってきますよね。真実をお釈迦様は解いておられなかったのか、解いておられたのか、解いておられたけども、実際にね、その真実の幸福まではなれなかったと。こういう意味なのか。これで意味が全く変わってくるわけです。しかしね、いや、これはもうとにかく表さずなんだと。まあ、このように、 14年未見真実を言う人は言うわけです。ところがですね、そもそもこの無料儀教というお経、これがですね、儀教、儀の儀っていうのが偽と書く儀ですね。偽のお経だという説があるんですね。実際、お釈迦様が説いたわけじゃなくて、あとの人が作り出した。まあ、はっきり言えば都合よく書いた。そういうお経だと。こういう説なんですね。なぜかというと、この無料儀教の中にはですね、 他の教にはもう出てこない。お釈迦様が菩提寺の下でね、6年間も座っておられたと。<laughs> こんなことが書いてる。6年間修行されたことはね、と書いてますけども。6年間いろんな難行苦行したけども、それでもね、悟りを得られずにね。で、一旦、ニレゼンガーという川で沐浴されて、肉体を痛めつけるそういう修行では救われない。いうことで、新規一転、35歳の時に、 菩大寺の下に座られたと。これがもう普通の説なんですよ。6年間もひたすら菩大寺に座ってた。こんなことを説こ今日は他には一貫もないわけですね。さすがにこれはないだろうと。いう理由や他にも5つの理由が挙げられてまして。例えば、小木原雲来博士というね、有名な博士の論文とか、それに賛同する王朝恵日教授の論文とか、そのことが書かれております。で、これはもうすでに定説になってるんですね。 まあそれでもね、そんな連中のことなんか当てにならんと。まあこのように指示4年未見真実を言う人は言ってきます。ところがですね、もっと根本的にちょっとこれはっていうとこがあるんですね。何かというと、これまた定説として、お釈迦様は35歳で仏の悟り開かれて、80歳でお亡くなりになられた。こう言われています。そして、この仏経はですね、8年間解かれたと言われるんですね。それも晩年の8年間。 これは44年未検診図を言う人も本説を取ってます。そうするとどうなるかと言いますと、晩年の8年間ですからね、80から8を引くと72歳になりますね。つまり72歳から80歳まで保険を解かれたと。こういう計算になります。そうすると、44年未検診図ということは40年以上も真実解かれなかったとなりますと、72から40を引くと、もう32なんですね。35歳より前になっちゃう。 これは数が合わない。計算が合わないと。だからお釈迦様は30歳で悟ったんだとか、あ逆にお亡くなりになったのは85歳だとか、かなり無理のある説をね、出さないと、うん、数が合わないんです。もう足し算引き算レベルで合わなくなってしまうっている。このようにですね、自信いっぱいどうだみたいな感じで、40年間信じ解れなかったんだぞ、こう言ってるんですけども、そもそも算数的に合わないっていう、こういう問題があるわけなんです。 またですね、この四十四年民権真実とセットになっているのが、中国の天台の五時の共犯と言われるものなんですね。日本にも天台詩ありますけども、元は中国にあったんですね。その中国の天台詩を開いたのは誰かっていうと、天台という人、わかりやすいですね。五時の共犯って何かっていうと、お釈迦様が説かれたお経をね、大きく5つに分けまして、この時期にはこのお経を説かれたっていうことがね、5段階で教えられてるんです。そして、だんだん高度になっていたのに違いないと。 だから一番最後のね、ホッケネハンジ。ここに真実は説かれているとで。ネハンギというのはもう一番最後のね、お亡くなりになる時に説かれた。もう一日一夜で説かれたものだから、最も大事なのは8年間説かれたホッキであると。ここでお釈迦様が説かれた教えの一番大事なものはないかと判断する。これを教犯っていうんですね。それぞれね、説かれた期間がありまして、ホッケネハンジは先ほど言ったように8年間。で最初のケゴンジっていうのは21日間。 悟り開いて最初の3週間の間を結婚にと。こういう説をとっています。そして、大無料時期はね、この報道時という、この真ん中の時期に解かれたと。こういう説なんですね。しかし、この5時の教本というのはお釈迦様ご自身が解かれたものじゃなくて、昔の中国の一人の学者がね、建てた説なんですね。仮説なんだ。仮説なんですが、もう今日は、これはもう完全に間違いと。さすがにこれはないということはもうはっきりしてるんです。どうはっきりしてるかっていうと、 まずね、二番目の時期の阿ゴンに、もう早速お釈迦様がお亡くなりになってる。そういう姿が解かれてるんですね。これは明らかにおかしい。007は二度死ぬっていうのがありましたけどね。お釈迦様も二度死ぬ。これは聞いたことない。でも、もう明らかにこれは、この分け方おかしいんですよ。そういう時間の分け方ではないんですね、実際はね。まあ昔の話ですからね。こういったことも分からなかったんでしょう、当時は。また、 華厳行の中に、いわゆる華厳寺の中に、祇園ン少が出てくる。祇園ン少ってね、あの有名な、祇園ン少の鐘の声、諸行無常の響きありと言われまして、まあ、少女っていうのは寺なんですけどね。これ実際、お釈迦様の時代に祇園ン少っていう寺があったんですよ。立派な、すごい大きな寺なんですよね。そんな大きな寺がね、3週間経つとあり得ないんです。犬小屋じゃないんですから。 ま、ここからしてもおかしいわけですね。また、この華厳寺に車両つ木蓮が出てくる。これ有名なお釈迦様のお弟子なんですけどね。お釈迦様が仏の里を開かれてもっと後にお弟子になった方ですから。そんなね、21日間、お釈迦様が仏を開いて21日間の間にお弟子なんてなっておられないわけです。まあ、そういう色々おかしいところがあるんですね。なので今日、5時の共犯は間違いと。そもそも大無量地教がこの法当寺に解かれたというのも間違い。 ほとんど法華経ともう同じ時期に解かれたと。まあ、このように言われますね。なのでもう大前提おかしいので、たとえね、44年間真実解かれなかったと言っても、その時期に大無量塾が入るとは限らないわけですね。今言ったように、いろいろおかしい、いろいろ怪しい、そんな無料儀教のこの一文だけを出してですね、もう、鬼の首取ったようにね、四十四年未見真実、四十四年未見真実ってこうね、今、段に叫び続けてるんですけども、 もう何十年も前これね、間違いですよっていう。今話したような根拠を上げるだけでもね、分かりなって思いますけども。で、これをもって法華経だけが真実。まあ、とても言えるもんじゃないわけなんです。でそもそもですよ。大無量時期の初めに今から真実を解くぞと。こう、お釈迦様ご自身おっしゃってるんです。ね、未だ真実解かずってありますけども。もうはっきりっ大無量時期の今から真実を解くと書かれてあるんですね。大無量時期の初めに。 如来世に出向する縁は、この釈迦如来が、この世に現れられた目的は、言ってみれば仏教を説く目的は、群貌を救い恵むに、人々を救うために、真実の理をもって戦闘を失い、今から解くこの真実によって人々を救う、そのために、この釈迦は生まれてきたんだと。今から真実を説くぞ、その真実を解くぞ、こうはっきり言われて、始まってるんですね。真実説かれないところじゃない。 しかもね、この真実を徳度と言われる前のお姿が、ご徳随言と言われまして、非常にこう光り輝いておられたんですね。喜びに溢れておられた。五つの徳に満ち溢れておられたんですね。お釈迦様の側に一番長くおられた阿ンという人がですね、お釈迦様、常に尊いお姿ですが、今日のお姿はもう、ひときわすごい。ひときわ輝いておられます。一体どうされたんでしょう。こう、阿ンが尋ねたところ、お釈迦様が、 よくぞね、尋ねた。いよいよ、この釈迦は出世の本外である。世に執行したるゆえん。真実の理を解く。真実を今日こそ解くなと。まあ、その嬉しさから、本願を解く喜びから、光り輝いておられたということなんですね。で、こっから大無量事が始まるんですよ。闇なん、闇なん、特別からず、やめとこう、解くのは、というのと、も非常に対照的なんですね。そして、大無量事の最初の方に、この最尊第一の教えを解くと。 最も尊いこと、第一の教えを明らかにされてるんですね。何心何下第一ない。同じ第一でもね、最も尊い、そういう教えを説く。最も尊い、仏の教えを説く。これが大無量事業なんです。そして大無量事業の約束の相手、救いの相手は、十方史上、全ての人なんですね。十方というのは大宇宙のこと。史上というのは、生きとし生きるもの全てですから。まさに、全ての人を平等に救う教え、そういう真実を説くぞと。 いうことなんです。深い知恵を持ったね、そういう人のためだけに解くというものではないんですね。法華経は、もしも優れていて、知恵明らかで多分合式識して、仏道を求める人があったら解くと。こういうものではないんですね。いろいろと対照的なんですね。法華経と大名寺経そして最後、とどめとしてね、ところ経これが有名ですごいお言葉なんですね。 何かっていうと、これ大無量寺教の一番最後に書かれてる。当来の世に、これから未来ね、共同滅人宣言、法華経をはじめとした他の教が全部なくなったとしてでも、特にこの教、当然大無量寺教ですね、大無量寺教を説いている最中に言われてるわけですから、特にこの大無量寺教だけはとどめる。他の教はなくなってでも、この教だけはとどめる。特殊教。こんな風に説かれてるお経は何千冊以上の教があっても一貫もないんですね。 事業だけなんです。そしてまた、大獣教という教には、闘魂はまっぽにして、これ五条く悪せない。未来になるとね、まっぽの世が来る。お釈迦様が亡くなられて、あまりにも月日が経ちますと、五条ア悪せとなって、五つに聞かれた悪い世になって、そういう時代にはね、ただ浄土の一門のみありて、通乳すべきないと。こう言われまして、法華経をはじめとした衝動仏教ではね、えー、助からないと。 ただ、浄土の一門だけが救われる道である。ただ、浄土の一門ありて、通入すべき道なりと。このように説かれている大乗教ともぴったり合うわけなんですね。徳栗教、この浄土仏教の本外教である大無量寺教だけはとどめる。他の教は、末法、その先のね、放滅の時代になって、滅人してでも、この教だけはとどめると。そういう教が大無量寺教なんです。 では、この法華経と大名寺教の関係というのはどういう関係にあるんでしょうか。これが今回のメインテーマでしたね。この関係についてはですね、法華経自体に書かれてあります。これも非常に大事なお言葉ですのでね、ちょっと長い言葉でできますけど、言葉負けせずに内容を理解していただければと思います。このように言われています。まあ、現代語訳でね、言いますと、この法華経を信じられず、常じられない人のためには、 世の人法、他の人法を教えなさいと。こう、法華経自体に説かれてるんですね。つまり、この法華経も深い教え、人法だけども、何度も言うように、誰も彼もね、理解できるもんじゃない。軟心何下第一だし、知恵を持った人のために解くから。そうでない人たちね、欲もあれば腹も立てる。ついつい人を恨んだりね、妬んだりもする。普通に肉を食べ、結婚もしている、家庭を持っている。 そんな人たちのためには、他にね、仏の深い教えがあるから、人法があるから、それを教えてあげなさい。このようにですね、世の人法を他の深い教えに導くのが、法華経の目的だったんですね。実際もう、そんな深い知恵持ってる人間なんていませんので、正門とかね、白紙物って言われるね、すごい人たちでもね、ダメなんですから。実質人間も全員無理なんです。はっきり言えば。千日開解放業レベルの話じゃないんで。 千日海放行を4回やってもダメで、今まで4回やった人は一人もないんですね。<laughs> 実質無理なんです。だからみんなこの世の人法を他の深い教えに導くため、そのためのお経が大きい教だったんです。じゃあ、世の人法を他の深い教えとは、どのお経のことかというと、この人法というのはですね、実は他のお経には一貫しか出てこないんですね。その一貫というのは何かというと、大変無量時間なんですね。 流れからしてもそうですね。出ました。これ、法蔵館から出てるね、新宗聖典という、お釈迦様の教とがね、それを解説したものが書かれてる本にも当然出てますけども、そこにね、66ページに出ているわけなんですけども、無料事物を念じ、その国に生まれんとガンズ飯。もし人法を聞いて、出ましたね。人法、深い教え。それを聞いて、管理信業し、疑惑を称です。保険教以外の世の人法は大無料事教だけなんですね。 つまり、ホッケ教と大無量児教というのは、共に人法、共に深い法ですからね。法はもう同点なんですよ。共に素晴らしい人法であります。しかし問題はね、木の方にあるんですね。木というのは何か、まあ、このチャンネルで繰り返し話してますが、木というのは人々のことなんですね。私たちの側のことです。つまり、どんな素晴らしい法があっても、難心難下、私たちはとても理解できない。また、とても修行できない。つまり、とても悟れない。 そういう内容であっては私たちは救われないということなんです。ですから、保華教も大無量児教も共に推しは素晴らしい人法なんですけども、気において私たちが実際にそれが理解できるか悟れるかというと、保華教はもう実質無理なんですね。難心難下第一でありますから。それに対して大無量児教は最尊第一、十方主張が相手。煩悩を持ったまま、すべての人が幸せになれる。これが 大無量寺教、浄土仏教、大秘仏教の真髄なんですね。つまり、法で相打ち、木で大無量寺教に軍配が上がる。確かに法華経は自力の出世本願教であるけども、他力の出世本願教である大無量寺教が本願の中の本願、出世本願の中の本願は大無量寺教であるということが、このことによってわかるんですね。つまり、法華経も、 大無量事教に導く方便の教だった。方便とは嘘という意味ではないんですね。真実に近づけるものが方便になりまして。真実に近づける方便の教えが法華教だったんですね。人法から世の人法へ。自力の本外教から他力の本外教へと導くお教が法華教であったということなんです。こういう話をするとね、もう法華教の悪口言うな法華教を誹謗すると頭が何千割れるぞとかね、言う人るんですが、一言も誹謗なんかしてないんですよ。 法華経へ説かれている正しい心をお伝えしているばかりなんですね。一言も誹謗なんかしてません。一言も法華経の悪口言ってません。お釈迦様が説かれたらね、尊いお経ですから、もう悪口とか誹謗なんてとんでもない話です。そうじゃなくて、法華経の正しい心を知ると、法華経は真実へ導く方便のお経であるということが明らかになるんですね。そういうことを明らかにすることがお釈迦様も喜ばれることであるということなんです。そのために説かれたんですから。今日はね、 この北家教と大名教授教に絞ってお話しましたけども、こちらの動画ではまたね、さらに別のお経の話もお話ししてますので、より細かく知りたい方はこちらの動画を。そしてさらに仏教の全体像を知りたい方はこちらの動画をご覧ください。また近いうちにですね、今日の内容とさらに関連深い動画もお話しますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。この丸いところを押しておくとチャンネル登録できます。今日の関連動画はこちらです。 今日の内容が少しでも良かったなと思っていただいたら高評価ボタン。またコメントをお待ちしています。それでは、また。